皆さんこんにちは、エルザです。今回はスプラでよく聞く前線ってどこ、試合の攻めと守りを左右する前線ラインについて解説となります。スプラみたいなマップを往復するゲームというのは最前線で戦う場所が動きまくるので管理するのが難しいっていうのがありますよね。こんな管理が難しい中で前線を上げようと言われても、そもそも前線を理解してないと難しい話なのかなと思います。そこで今回はスプラで重要な立ち回りになる前線について解説をしていきたいと思います。味方が前に出すぎて見殺しにしてしまうとか、前に出るメリットがわからないっていう方は見てもらえると嬉しいです。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。そもそもスプラの前線について簡単に説明したいと思います。スプラは独特な前線がありますからね。基本的には前線は敵と味方の戦闘集団がぶつかり合っている場所となります。ここで大事なのは敵陣に突っ込んでいる最前線の味方ではないというところですね。集団で対面が行われている激戦区が前線となるわけです。前線とは集団戦の一部っていうところなんですよね。ですがスプラには2種類の前線が存在します。一つは単純に対面が起きている場所ですね。これは先ほどの図のようにお互いの一番前同士が戦っている場所となります。もう一つは足場の塗りのラインです。これはスプラならではというところなんですが、塗りに潜伏している相手が見えないため予測を活用した前線になるんですよね。お互いのチームの一番前で対面が起きている場所、足場の境界線が前線となるわけです。前線の場所がなんとなく分かってきたかなと思いますので、次は前線の上げ方について解説していきたいと思います。前線の上げ方についてですが、3つほどあります。1つ目は角待ちや見える敵を引かせるということです。これは前線付近の敵をしっかり捌くための方法ですね。前線に近くなると敵の数は多くなっていきます。それに加えマップの起伏が激しいので隠れる場所っていうのが多いんですよね。相手のインクがある場所や隠れそうな場所にはしっかりと攻撃をして相手を引かせるようにしましょう。この時にボムやメインをしっかりと相手の足元に届けるのが大事です。脅威になる範囲っていうのが大事ですからね。またこの攻め方をするときはじっくり攻めるように意識しましょう。焦りすぎは禁物となります。2つ目は中央の塗りを整えることです。これは相手が引いた後かキルを取った後にする行動ですね。中央というのはルール関与ができるオブジェクトもあるため前線になりやすい場所となります。ただ自陣と違って中央は横に広くなっているため塗るだけで相手の動きの制御をすることが可能となるんですよね。先ほど紹介したスプラの前線は塗りのラインという話をしましたが、塗りによって相手が警戒をするということが起きます。中央を制圧できるきっかけになりますので前線を維持するには必要な行動となっていきます。ただしこの攻め方をするときはキルや相手が引いたときに行うということが大事です。敵がいるところですると見つかって逆にやられてしまうということが起きるからですね。3つ目はキルを取って無理やり前に出るということです。これができれば一番前線を上げるのが簡単ですね。主にスペシャルや中長射程のメイン武器が相手を倒し崩すと起こしやすい前線上げとなります。ウルチョが強いのはこの射程とキル力が備わっているからですね。破壊力が高いので前線を上げるチャンスが作れます。この方法は単純にメインの精度とスペシャルの使用回数に依存します。実力を上げていく部分になるんですよね。前線を上げる3つの方法は以上となります。他にも細かいことはありますが、まずは3つの方法をしっかり押さえておきましょう。それでは最後は前線を上げるメリットについて紹介をしたいと思います。前線を上げる2つのメリット、1つ目は中央を維持でき有利展開が作れるということです。前線を上げるということは少なからず中央より先を取ることになります。自陣寄りの前線だとそもそも危険な状況ですからね。中央を維持できるということはまずオブジェクトの制圧が可能なのでいつでもルール関与ができるというわけです。さらに相手が中央に来るためには決まったルートを通るため待ち伏せもしやすくなります。対面する上でかなり有利になるんですよね。
中央の恩恵ってかなりでかいので理解しておくと便利な場所となります。2つ目は敵の攻めが鈍るので時間稼ぎができるということです。これは敵の攻めルートが影響します。前線を上げるということは敵の陣地に侵入するためこんな感じで攻撃の場所というのが絞られます。単体での攻めだともちろん不利ですが、チーム全体として前線を上げると敵の攻めを邪魔することが可能となり動きが鈍くなります。敵陣地で抑え込めば倒せなくても移動は止めれるのでかなり強いんですよね。カウントリードを取りたい時などタイミングを見て頑張って前に攻めていきたいところです。今回は2つの紹介としていますが、その他にも敵が見やすくなる、味方の復帰がしやすくなる、前線から下がっても中央を維持できやすくなるっていうのがあります。まあいろいろあるんですよね。意外と受けられる恩恵も大きいです。維持できれば維持できるだけ有利になるというわけですね。前線を上げることは難しい行動ではありますが、腕前を上げるためには大事な要素ですので頑張って覚えていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。